はい、どうぞ、こんにちは。TI からのプライスと申します。さあ、これ以前から言われていたヒートシンクのこちらの赤いスキンですね。これがですね、以前シーズン15のですね、ALGS のコレクションイベントと同時期に到来することが予想されていたんですけども、なんとですね、この実装予定がですね、変更となりました。で、今回ですね、このヒトシの色違い、じゃあ変更となった後、いつ来るのかについてを今回詳しくこちらお伝えしていきます。で、多分ね、そもそもこのヒートシンクのリカラー自体を知らないっていう人も多いと思うので、まずはねこれから詳しく話していきましょう。それでは今回の動画のタイトルといたしましては、11月実装予定だったヒトシが延期、詳細を解説ということでですね、今回はこのヒートシンクのリカラー、じゃあいつ頃実装されるのかについて詳しく話していきましょう。で、まずですね、このリカラーの概要からまずは話していくんですけども、このヒートシンク自体はですね、まあ、こんな感じでこのフラットラインのスキンの中でも特に見やすい部類のスキンとされていました。で、これあまりにも見やすすぎてですね、このヒートシンクは以前弱体化された経歴があります。ただですね、弱体化されたとしても現状ですね、まあ、こんな感じで非常に狙いやすいスキンでもありまして、で、これによってですね、このヒートシンクの再販を求める声っていうのが相次いでいるんですね。っていうのもですね、このヒートシンク自体シーズン4のバトルパスのこれ報酬なんですね。そのためですね、これ限定スキンということも相まって、これ現状ヒートシンクと他のスキン、これ見やすさが全然違うから、ここのバランスを取るためにもですね、多くの人に販売するべきだという声が相次いでいるわけですね。で、これに際してヒートシンクのこの色違いの情報っていうのが新たに判明しました。それがこの外見なわけですね。で、こちらはですね、先ほどのヒートシンクと違ってかなり真っ赤な基調となっておりまして、で、これによってですね、この既存のヒートシンク、もしくはヘビーメタルよりもかなりかっこいいデザインに仕上がってるわけですね。で、こちらの値段なんですけども、これまではですね、このヒートシンクのリカラーはレジェンダリーとして約1800コインで販売されることが予想されていました。しかしですね、今回のこのヒートシンクのリカラーはですね、同時にこれスーパーレジェンダリーとして登場する可能性も同時に示唆されておりました。そのためですね、もしこれがコレクションイベントの報酬として到来していた場合は、これ一気にですね、2万円前後課金しないと手に入らない代物となっていた可能性がありました。しかし、じゃあこのコレクションイベントがどうなったかと言いますと、これですね、現状この ALGS のコレクションイベントが延期もしくは中止となった可能性が高いんですね。これまで数多くの情報を出していたセノス氏がこちらですね、ツイッターにて実際に発表した内容でして、この ALGS のコレクションイベント自体がですね、スクラップと、要するにこれ破棄されたっていう風に話しております。で、その上でじゃあこのアニバーサリーイベントのこの報酬スキンはどうなったかって言いますと、このフラットラインのスキン自体はまだ削除されてはおりません。これファイル自体には残存しているわけですね。で、本来これ ALGS のコレクションイベントが破棄された段階でフラットラインのリカラースキンも同時に破棄される可能性が高かったんですよ。しかしこのフラットラインの色違いスキンは現状まだ APEX の中に残っている状態なんですね。そのためこれが今後どっかのタイミングで到来するんじゃないかっていう風に現在まで言われておりました。で、もしねこれに関して、まあ、このヒートシンクのリカラーかっこいいから出してほしいとかね、まあ、そういった意見何かありましたらコメント欄にお書きいただければ幸いです。では次に、この更新された実装日時はどんな感じとなっているのかについて詳しく話していきましょう。で、まずこれ先ほども話したように、本来であればですね、これ ALGS と同時期の11月中にこのコレクションイベントが到来して、そのコレクションイベント内にてこのヒートシンクのリカラーが発表される予定でした。しかし現状この ALGS のコレクションイベントそのものが削除されてしまっているんですね。じゃあこれ次に到来する可能性が最も高いイベントは何かって言いますと、これ4周年記念のアニバーサリーイベントとなる可能性があるんですね。で、これまで APEX は1周年2周年3周年といった感じで年始の2月においてこのアニバーサリーイベントっていうのを開催しておりました。で、ここではですね、これまで発表がなかったかなりかっこいい感じのスキンっていうのがたくさん登場していたんですけども、今回のアニバーサリーイベントにてこれ4周年記念となるわけですね。で、この APEX 自体は2019年の2月の上旬に発表されて、こちら配信が開始されましたので、このですね、2月の上旬と同時期にですね、この4周年記念のアニバーサリーイベントが開始となります。で、そうなるとですね、このヒートシンクのリカラーに関してはもしこのアニバーサリーイベントで到来するのであれば、これ来年2023年の2月に登場する可能性が最も高いです。ただこれに関してはですね、まだ確定情報出ておりませんので、これですね、新たに情報更新されましたら動画にてお伝えしていこうと思います。それでは今回の動画以上となるんですけども、この後にですね APEX の映像を載っけてありますので、こちらもねぜひとも最後までご視聴いただければ幸いです。で、もしてこちらの動画参考になったって方いましたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは映像の方どうぞ。お、いい感じじゃないこれ。
絶対120カタリストね、右のカタリスト。やってるプリオビューブ。あ、どうだ、めっちゃごめん、シャーガチル1階の外、マジロ、それマジロ。2カ、2カのようだ。ナイス。デディスコプラス40がついたの、これね。最強すぎる。敵にぶつけまーす。ボコボコよ、ボコボコよ。俺は特殊な訓練受けてるからもう。カービン。ほんと見えてんだよな、あれ。なんで見えてるかわかんないんだよ。なんかね、感覚でね、わかるんだ。使いすぎて。使いすぎて。周辺はいない。パケおらんかな、パケのところ。ヘイト高いな。カードスイッチ変えるわ、俺。はーい。目で詰めて空爆入れて前出るから。はいですね。谷君変えてもいいよこれ。いや、まだまだ大丈夫です。ナイスです。でかい、いいですね。グレン丸グレン。一人上、真上。それプライズ金やばいかも。やばいね、これまずいな。これバルワになっちゃってるかも。やっぱします。うん、上からますよ、キムさん、俺の方。オッケーオッケー。140ヘビー、ヘビーか。ライフランカー上がってます。エネアも127だね、今。階段から見てるかも。うん、深く入れれないかな。これ階段溜まってるよ、階段溜まってる。投げます。8、5割ってる。燃やしてる、燃やしてる。一人多分落ちる、これ、うん、落ちないか。下から行ってそれ変えてくれたら。ガチロガチロ。それ、ま、マルキー、マルキー。オッケー。俺で今ドアロックされてるからね。よやったやったやった。124。ナイスやった。レイスマッシュ割りかけ。オッケー、今ちょっとスロー食らってる。2回上がるね。はい。ここがいいか。レイス紫スアップしてる。俺反対側から回る。あごん。割ってる割ってる。バルキリー、バルキリー、バルやった。あとレイスね。ナイス、はい、ナイス。ナイス。やばい、ちょっと盛りすぎちゃったかもしれない。